さんどうもこんにちは、ノマです。さて今回も引き続いて戦士ランダムシードの第10話を見ていきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。機動戦士ガンダムシードの第10話です。ゴー、お頼むチャンネル。 OK、 ほな行きますね。3、2、1、やはい、始まりました。機動戦士ガンダムシードエピソード10、分かたれた道ですね。前回のあらすじが流れています。前回ね、フレイのパパと合流しようとしてた時にそのパパの船が撃沈されて、そして対抗策として考えたのはラクスちゃんをおとりに取るという。はい、まあフレイちゃんも必死やってんな、きっとパパを守るために。パパは亡くなってしもうたけど、いやー、そしてこれでラクスちゃんをおとりに使ったということで、また深い深い溝ができていくというわけですね。だってタイトルが分かたれた道ですもん。ああ戻ることはないんでしょうね。分かたれてるからね、道が。なんかね、この戦い、今やってる戦いあるねんけど、アスランとキラ君が全然会話してないんよ。出会ってもうひたすら戦い合ってるみたいな感じで、もうこの二人は会話することを諦めたんかな。アスラン君に至っては卑怯なって言ってたから、多分キラ、お前はラクスのことをどうするつもりだ、お前はもうあの時のお前じゃなくなったのか、私たちはもう分かり合えないんだ、キラ、お前とはもう仲間とは思わない、じゃあな、戦うからな、みたいな感じで別れてしまうんかな。もうちょっとアスラン君、あのキラ君を引っ張ってほしかったけどな、2回3回ぐらい。キラ、ちょっとザフトグに来やん、お願いやからさーとかさ、ちょっと本気で言ってほしかったな。はい、見ていきます。あ、言ってるわ。言うですわ。はい、アスラン君、そうですね、まあ婚約者やもんな、助け出さないとね、必ずだって言ったけど一旦は解散すんねんな。怒ってる艦長、怒ってるマリュウさん、へえ、分かってるわって。まあそりゃそうか。勝手にあんなことされちゃうね。あ、キラ君も怒ってるわ。え、ムーはいいの？それで。まあそうなるよね。怒るよね、キラ君も。確かに弱かったからこうやって生き残るしかなかった。クククってなるな、キラキラも。さあどうする、どうします。
悩んでるわ。難しいなって。どうするどうする。あ、フレイ目覚ましたか。どうする、フレイどうなる。あー、思い出しちゃった。あー、起きて、これ大変ですね、彼氏さんも。顔がやばい。あ、やばい。落ち着いて、落ち着いて。いやいや、出て、言うと思った。言うと思ったわ。はい、そういうキャラですよね、フレイさんは。はーい。フォローしてくれるよね。顔やば。あ、やばいやばい。もう、聞きたくねー。ドロドロすぎて。すごいな。ここまでこんなにフレイを。いや、でももしかしたら、このフレイちゃんがほんまに、現実の人間なのかもしれへん。実際、人間こういう窮地に立たされたら、人に当たっちゃうかもしれへんな。こんな感じで。ああ、キラ君もいっぱいいっぱいよ。失礼な人たちばっかりだね。落ち込むわそりゃ。悲壮感、悲壮感しか漂ってない今のキラには。ああ、うわあ。ああ、出てきてくれた。やっぱりありがとう。キラ様の心の救い主、ラクスちゃん。まあ、そりゃな、あんな声で叫んでたら、どうしましたのって、どうしたんって声かけるよな。あーわーわー。お薬飲んでんの。あ、あ、小娘って言ってますわ。ラクスさんのこと。うわー、意味深。なんだなんだ。なんだ。仮面ラウさんのなんか秘密がありそうですね。ラウさんコーディネーターなんやろうけど、急に冷静になるな、キラ。そうやな、大きな声発してたもんな、キラ。ピンクちゃんって名前なんよ、ハロのこと。あー、やっぱハロが開けててんな、鍵。え、なんだこのキラのさ、優しい感じは。さっきまで、あーって言ってたのに。あ、あなたのおかげでって言うんや。人質に取られてるのに。言った。本音やな。アスラン、え、知ってるんじゃない、ラクスちゃん。それ、 ラクスちゃんの婚約者だよ。ラクスちゃんは言うんか、アスラン私の婚約者なのって。言わんか、認めてくれる。
聞いちゃうキラ。あ、言っちゃう。あひゃー。ああ、キラ、恋が。あ、そうやってんや。言ったな。予想した通りや。あら、アスランもいい子なんや。え、あ、へえ、アスランが作ったん？ハロー。そんなにあげてた？ちょっと待って、アスラン好きじゃない？ラクスちゃんのこと。あ、やっぱりトリー作ってあげてていいや。いいワンシーンやった。ラクスちゃんいてくれてありがとう。そうやね。そうやけど。出た。カズイ君言っちゃうの？アスランのことを。うーん、言うんや。やあ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 や。カズイ君。溝が深まる。仲間との溝も深まる。分かたれた道って仲間との道のこともあんのかな。かわいそうにキラ、これで仲間からの疑いの目を向けられるよ。かわいそうに失恋もして仲間からも疑われて。なんかすんの？キラ、ラクスちゃんを連れて戻すとか一人で行動するん？結構自由に入れんねんな、ラクスちゃんのお部屋に。連れ出すんだね。うわー、それやっちゃったらもう裏切り行為と思われても仕方ないかもしれへんで。バレなければいいか、バレなければ。バレないようにしや、キラ。バレ。バレるやろ。はぁ、あ、あ、バレた。いい。ハローが緩和剤になってくれてる。サイは分かってくれたか？え？手伝ってくれんの？これは予想外やった。サイって意外と優しいやつかもな。スカートやのに着れる？え、ここで着替えんの？よーし、すごいね。お嬢様やのに、そういう恥じらいがない。スカートか？お腹パンパンになってんのは。ならんよ。何ヶ月とはならんよ。てか、これで発信したらさ、拡
実にバレるよね。あ、やばい、バレてしまう。わ、キラは戻るわ、大丈夫、キラは戻ってくる。わあ、すごいな、これ初めてじゃない、キラが自分の意思でさ行くぞってなってるの。初めてじゃないか、戦いの時も頑張ってたもんな。これ帰ってきたらめちゃくちゃ怒られるやろ。あーひゃー、アムロも結構こういう勝手な行動してたよな。一人で勝手に飛び出したりしてたやん、ガンダム乗って。キラは女の子を連れて勝手なことをしようとする。ガンダムの主人公勝手な人多いな。でもそれが魅力なんかもしれへん。ちゃんとラクスちゃんを無事に届けられるかな。あ、イージスのパイロットが単独強気で出たね。でもまあ確かに、アスランと話したいんか、キラ。うん。ナイス。ナイス許可。向こうのパイロットも、ということはアスランも、え、私のシグう動くんか。ストライクがこっちを撃ってくるっていう。キラそんなことするかな。これで久しぶりにゆっくりさ、会話できるんじゃない？キラとアスラン。おお、従ってるな。おお、ご対面。落ち着いてんな、タクスちゃん。すんなりやね。なんか一悶着あるかなと思ったけど、すんなり引き渡したわ。あ、よかったよかった。将来この二人ほんまに結婚するのかな。あ、やっぱ言うよね、アスラン。それそうだね。
君は地球軍を守るんか。アスランと戦うってことやぞ、ええんか。宣言。分かたれた道ですね。え、来るんか仮面野郎。ああ、そういうとこせこいな。この木を逃さずって感じやな。こうなると思ってたからヌーもスタンバイしてたんか。ふぅこれはいいぞ。久しぶりに見たムーとラウの戦い。はっ、おお、ラックスちゃん、いいじゃん。うう力関係が分かったよ。困ったお嬢様が。だから嫌いなんか。うう、戦闘はなくなりましたな。おお、強いね、ラックス嬢。目覚めたくない。よかった、ラックス嬢のおかげですわ。よかった、帰れたね、無事、うん、あ、泣いてるキラ。そっか、離れるの悲しいんだ、ラクスちゃんと。あとアスランとも離れるの嫌やねんな。あんなに一緒だったのに。夕暮れはもう違う色。ちょっと待ってよフレイやばいってああ、ここまで来ちゃったか、フレイちゃん。はい、ということで、見終わりました。機動戦士ガンダムシードのエピソード10、分かたれた道でした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ。